企画展は古事記などの研究に力を注いだ江戸時代の国学者本居宣長や門人学問について触れてもらおうと年4回さまざまなテーマで開催されています。今回は人と人とのつながりをテーマに御師や弟子たちと積極的に交流した宣長の人脈に注目する内容になっていて、それを示す書籍や掛け軸など170点が展示されています。展示では古事記研究のきっかけとなった国学者賀茂真淵との出会いについての資料が並ぶコーナーがあります。宣長が書いた古事記伝の内容に感心された妙法院の宮信任法親王が実弟の光覚天皇にご覧入れたいという気持ちを読まれた恩返しなどもあります。また大和絵画家の渡辺清樹が宣長が好きだった山桜を描いた作品山桜画賛が初出品として紹介されています。本居宣長記念館では現在春の企画展とは別に1階の旬コレコーナーで新元号令和の由来となった万葉集を展示しています。歌人や太宰府長官であった大友の旅人が宮廷に同僚や友人を集めて宴会を催した際に読まれた梅花の歌32首の序文で当時の美しい風景を柔らかに伝えています。その中に新元号の礼と和の文字が入っています。今回は新元号に移り変わる嬉しい喜びの年になりそうです。本居宣長記念館にお越しいただき、ぜひ実物をご覧ください。この企画展は6月9日日曜日まで開催されます。